カミッド・ゴルジは、イタリアの内科医、病理学者。イタリア、ブレシア県のコルテノ・ゴルジにて生まれる。父は、内科医で、コルテノ・ゴルジの軍医だった。パビア大学にて医学を学び、同大学の実験病理学研究室にて、骨髄の特性を解明したことで知られる樹リを、ビッツォゼロの下で研究を行った。1865年卒業。中枢神経系の研究に、 多くの時間を費やした。19世紀後半、神経組織の研究を行うのに十分な染色技術はなかった。精神病院に勤務している際に、彼は主に輪を使う金属による神経の染色方法の実験を行った。彼は全体のうちランダムに一部の細胞のみを染色するという神経組織の染色方法を発見した。 これにより初めて脳の中の神経の経路を確認することができた。彼はこの染色を黒い反応と呼んだが、後に彼の名前を付けゴルジ染色と呼ぶようになった。この染色は硝酸銀を10クロム酸カリウムと反応させることでクロム酸銀の粒子を神経症に固定させる。結果、軸索と樹状突起と同様に細胞が完全な黒に、 染色され、黄色の背景と比べ、非常に鮮明で、コントラストが良い染色である。神経細胞を視覚化することにより、ニューロン節が受け入れられるようになった。この発見に加えて、彼は、剣の感覚器を発見した。これも、彼の名前を取り、ゴルジ剣機関と呼ばれている。彼は、マラリア原虫を研究し、4日、熱マラリアの原虫を発見確定し、 4日、熱マラリアの発熱の時期が4日、熱マラリア原虫のライフサイクルと関連があることを発見した。彼の染色技術を用い、1898年に細胞内にある入り組んだ器官を発見した。これも彼の名前を取り、ゴルジカラダと呼ばれている。サンティアゴラモニー・カハールと共に神経系の構造研究に関して1906年に ノーベル生理学・医学賞を受賞した1926年1月にイタリアのパビアにて死去。ありがとうございます。